二の九、字に曰く、無常、迅速なり、生じ、時代なり、しばらく、存命の間、行を主し、学を好まんには、ただ、仏道を行事、仏法を学すべきなり、文筆、シーカ等、その線なきなり、すつべき道理、サウに及ばず、仏法を学し、 仏道を主するにも、なお、多藩を見学すべからず。言わんや、教家の剣、密の商業、一向に差し置くべきなり。仏祖の言語すら、多藩を好み、学すべからず。一時、もっぱらにせん。どんごん、烈気のもの、叶うべからず。言わんや、多事を兼ねて、真相を整えざらん。不可なり。